はい、私は二宮さんが好きなんです。ですので、お友達からまずは私のことを知ってほしいんです。え？あすみません、今はちょっと考えたくはないかなと。あ、いえ、私こそいきなり驚かせてしまったと思いますので、お互い様ということで。そう言っていただけてよかったです。あー、ですが二宮さん、ちょっと。そうじゃありません。約束をしてくださると言いつつ、どうしてまっすぐに私を見てくださらないんですか？あ、もしかして私を意識してくださっているということでしょうか？しなくていいんですよ。ここに来た時点で気持ちの二宮さんがその気になってくだされば、私の体ご自由に触れていただいても構わない。